皆様こんにちは、ベルチャンネルのベルです。今回は乃木坂の次世代エースを決めてみたいと思います。コメント欄より皆様の意見をお待ちしております。チャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いいたします。お見逃しがないように通知ボタンをクリックのほどよろしくお願いいたします。それでは本編に入っていきましょう。エース候補の一人は柿遥香さん。乃木坂の4期生です。笑顔がとても魅力的で、その笑顔で何人もの人が癒されていることでしょう。卒業を発表した山下美月さんと仲が良く、乃木坂に加入前から山下の大ファンだと卒業ライブで打ち明けていました。対するもう一人のエース候補は依田祐希さんです。乃木坂の3期生として加入しました。同期では梅澤美波さん、山下美月さんなどがいます。センターを務めるステージで腰あたりのベルトに大きなスマホが挟まったままパフォーマンスをしてしまいます。スタイルも抜群でモデルも務めています。乃木坂の仕事に対して普通の高校生の当たり前を捨てるだけの価値がある世界だと思うので、一生懸命やっていきたいと語っている。さあ、視聴してくださった皆様、あなたはどっち推しですか？ぜひコメント欄でお答えください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。